はい、皆さんこんにちは。今回なんですけど、今回はこ の、 あのストラトキャスターですね、僕がいつも使ってるフェンダーの、まあ、一応カスタムショップのストラトなんですけど、これあのペグがねロック式なんですよ。で、まあ、これポストに弦を通して、で裏からこの、ネジっていうのかな、こう締め付けて中で噛んでこうロックされるという仕組みのペグなんですけど、あのこういう形のね、はい。でですね、この1弦の1弦のペグがどうもね、こう通してこういくらこうギュッて締めてもね、いまいちロックされてない感じで、こう巻き上げても弦が張っていかないっていうかね、ビーンって上がっていくじゃないですか、巻いていくと。それが全然ビーンって上がっていかないっていうね。そうなんで、これちょっと調子悪いなっていうことで、今回なんですけど、こちらのフェンダーの純正のねちょっとペグをちょっと注文してみました。はい、早速これ開けていってみたいと思います。はい、じゃあこちらね開けていきます。開けていくと、さっき破っちゃったんですけど、内容物はこれペグと、どうなってる、ああこれですね、これこう、これとこれを組み合わせるんでしょうね。こうね、ヘッドにこうつけて巻いていく、これだけみたいですね。これどっちが1弦側6弦側とかって決まっているのかいないのか、どうやらこれポストどっちがどっちなんだ、長さに変わりが、あ、長さが違いますね。これこれ高い方が6弦側なんでしょうね。これをじゃあ今から交換していきたいと思います。そしたらとりあえず試しにね、この6弦側先に取ってみたので、これをちょっとうまくつくか、ちょっと本当はスパナでやるべきだと思うんですけど、あり合わせの道具で傷がついちゃう。ああ、はいはい、とりあえずつきましたね。じゃあこれでちょっと順番に交換していこうと思います。はい、ということで、まあ、ここは先につけたんでね、ですけど、あと全部取りました。順番につけていきたいと思います。
はい、それではね、ペグが無事に穴もぴったりでポン付けでつきましたね。こんな感じで、これはですね、巻き弦はちょっと高めのポストで、プレーン弦のところ、これテンションのために低くなってるんでしょうね。でもなんかこうなだらかに低くなるっていうよりかは3本分ずつ高さが違うっていう感じですね。わかるかな、ね、ちょっと高さが違いますね。はい、ということでこれで弦を張っていきたいと思います。はい、それではですね、ペグも普通にポンと付け終わってですね、今これ弦、新しい弦張り替えて、6弦から2弦までは巻き上げていきました。普通に巻き上がっていってます。で、問題の1弦ですね、ちゃんと当たり前ですけど上がっていくかどうか、はい、やってみたいと思います。普通に上がっていきますね。無事に噛んでるみたいです。はい、じゃあこの後チューニングをちゃんと合わせていきたいと思います。はい、なんとか無事にね、付け終わりました。はい、これ今までのねペグがこれだったんですけれども、これにはロゴが入ってないですけどね。今回はフェンダーの F の文字が入っております。はい、ということで、僕のメインギターのストラトキャスター、無事ペグ交換が終わりましたということで、最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではバイバイ。